ち上がりのまずは阪神先発の西のピッチング。今日は西が好スタート、そして好投しました。先頭ルーキー渡辺を空振り三振、続く太田も疑問を打ち取った後、太田をショートゴロに打ち取って立ち上がり三者凡退、わずか13球で西が3人で抑えての今日先発スタートになりました。一方こちらオリックスの新外国人ピッチャーバゲスパック、今日が来日3度目の登板になりましたけれども、先頭高寺取った後遠藤を空振り三振、そして豊田もバットの先ファーストへのフェアフライ。バゲスパックも立ち上がり三者凡退ゼロに抑えてのスタート、好スタートを切りました。両先発が好スタートを切って3回のオリックスの攻撃、この当たり福永のツーベース、三塁線を抜いていく。今日スタメンマスクをかぶったルーキーキャッチャー福永ツーベースで出てノーアウト二塁、そしてツーアウトランナー三塁と変わって今日2番の義母。ただ西がここ義母を見逃しの三振に取って、西もランナーを置きましたが得点を許しませんでした。3回の裏対するタイガース、デッドボールで出塁した坂枝を二塁まで進め高寺、しかしここでまたバゲスパック低めの変化球、高寺をスイングアウトの三振取りました。3回終わって両先発譲らず0対0。4回の対するオリックス、今日実戦復帰となった宗、先頭太田がセンターに一人出塁しましたが、この当たりショート高寺が663の警察、胸をダブルプレー、高寺の好判断がありました。そして中川の当たりセンター後方豊田が追いついてナイスプレー、ナイスキャッチ、西を救って盛り立てました。4回も高寺そして豊田のいいプレーがあってオリックスに得点を与えませんでした。西が講師をしてくれた選手を笑顔で出迎えました。5回のオリックスの攻撃、ワンアウトから西が池田をスイングアウトの三振に仕留め、そして今日ツーベースを許している福永もこの当たりサードへのファウルフライに打ち取って5回は三者凡退、西が3人で片付け5回まで西も得点を与えませんでした。その裏のタイガース、ヨーカー空振り三振、依然好投を続けるバゲスパックの前、片山もセンターへの浅いフライ。前半5回終わって両先発譲らず得点を与えず0対0。一方西相手6回のオリックス、ツーアウト二塁というチャンスを作りましたが、ここでまた太田の当たりレフト後方、井上が下がって向こう向きのままボールを取りました。笑顔で戻る井上、ここはレフト後方向こう向きのままよく抑えました。堅い守りでここでもまた西を救いました。7回のオリックスの攻撃、
ランナー三塁まで進めたチャンス。ここで打席の池田の当たり、サードへの当たり、片山は正面に帰ってボールを止めに行ったんですが、これを弾いている間に三塁ランナー宗がホームに帰ってオリックス先制。7回に均衡を破ったオリックス、1対0、1点のリードとなりました。9回もオリックスが二塁一塁チャンスを作って西を攻め立てましたが、西が今度はこの池田がいてワンツーからライトへの定位置へのフライに池田を仕留めて、9回先発西、今日投げ切って失点というマウンドとなりました。よく投げた先発の西。そして9回、ここまでヒットの出ていない阪神打線、フォアボールのランナー栄田を二塁に置いて、ただ最後のバッター遠藤、小木田が空振り三振に仕留めて、オリックスバファローズ今日一本のヒットも阪神タイガースに許すことなく完封シャットアウトリレー。マゲスパックから竹安、近藤、小木田とつないでの完封リレー。今日から始まったこの鳴尾浜球場での3連戦の初戦、オリックスが